ベンジしに来たぞ。懐かしの。もうすぐ見えるんちゃうか。キング666東海店。1ヶ月ぶりです。今回はよろしくお願いします。もうええでしょ。ピエールだけ言ってくれるんですか。前回の仕返ししに来たで。おい、前回の教訓を生かして今日の下見って逆にどこ見たらいいんですか。パチンコ台やで。ちゃいますって。俺もうエースはじゃあもう諦めます。何を見ろ。いやいや、逆に壁紙。動画見た方だったら分かると思うんですけど、まあ結構内容的には良くなかったという感じなんで、まあ、今回期待してますよという一日になっておりますと。ホテル帰って前回の動画見直して、ちょっと対象っぽかったやつ見てっていう感じかな。はい、明日はさすがに期待してます。はい、明日無理やったらもう来んけどな、マジで。駐車場に入れて渋滞してます。えらいことになって戻る。満車やし。166、はい、何人おったんやろな。400人ぐらい。450。あ、だけど、まあ意味わからん番号でと思うな。はい、はい、見して。はい、400に鼻毛。鼻毛。はい、で編集者さん478。はい、もっと鼻毛。何おるかまた確認するか、はい、でちなみにこの T シャツわかるやろ。あ、これあれじゃないですか、14万欠損 T じゃないですか。そう、俺だから今14万持っとるから。14万放出しに来てんか、ここで、はい、俺だからこのために待っとって。なるほど。10日の店で放出してな、期待値ないやん。はい、10日の店で放出してこその俺やから。頑張りますわ。はい、以上。狙い台とか全然決めてないんで、まあシンプルに自分が打ちたい甘い台から見たいなと思います。電王とか埋まってますね。どうしよう。レバー、この辺は。うわ、地中海、うわ、うわ、めっちゃ悩むなみたいなとって、はい、もう余裕がなかったからボーダー調べたりせんかったんよ、
で朝鮮部確かに辛いっていうのは覚えとってんけど、まあまあもうええわ朝鮮部でええわみたいな。でどれ選ぼっかなって時に選んどってこう右から来てんこうで、はい、あやっぱ一番右の台行こうと思ってパッて見た時にはもう全部埋まどんねん。なるほど、これ座るしかないやんみたいな。で座ったって感じっすね。対象やと思うよな多分。多分なシンプルに後悔今してるんは甘いやつに座ってよかった、はいはい、っていう。確か地中海甘いはずやねん。ちょっと売ってないんでなんとも言えへんけど確か甘いはずやねんな、はい、まあ一旦とりあえず売ってみて判断します。よし、はい。1万円打ち切りました。はい、1万円打ち切って200。これがな永遠とかそのレベルの台やったら200でいいんですけど、はい、まあ、朝鮮風1万円に200はダメなんですよね、はい、朝のなんか嫌な予感が的中したなって思ったのは他の人は多分230とかやの、はい、1枚で、はい、おそらくいい人250ぐらいあるね、はい、俺が一番下だよ。俺も確かに一番座りたくないなと思って、はい、まあ、けど分からんやんか座ってみな、はい、おお間違いなくっすよ、はい、おそらく俺が座ってる列全部対象なんよ、はい、おそらく1列、はい、それに気づくんもちょっと遅くて、はい、もしそれに朝一にパッて気づけとったら絶対にあの台座ってなかった。やっぱな、宿泊保険と着席がセットの店って焦る。こういう失敗がやっぱ起きる。だからこそこういう仕組みの方がいいと思う俺は絶対に、はい、あれ俺券置いて移動できるタイプやったら絶対にしくじってないと思う、はい、もうちょい行くわ。はい、よい。誠に、ありがとうございます。最低。いや、そんな感じやって。別にバカにしてはないで。真似してる。真似なんすね、あくまで。大勢の方に、並んでいただき、誠に、ありがとうございます。絶対にと。鼻につく声。いや、ほんまき、じゃあ、おっちゃんに。ちょっとやってもらいましょうか、ほんまに。うん、はい、え、どう、なんて言ってんすかって、はい、今言ってたら俺が。俺のコミュ力で。はい、いつもあの朝のアナウンスみたいなしてくれてるんですか。私だけな。
あ、あ、そうなんですよ。やりきれん。そうですよね。なかなかあんなの聞かないですもん。僕はあれ楽しみに来てたんですよ。はい。ほんますよ。また頑張りますわ。はい。また来た時、おっちゃんおったらまたあの、うん、うわまたおっちゃんやってくれとるわってなるんでね。うん、はい。はい。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おっちゃんちなみに YouTube 出ても大丈夫ですか？YouTube 出ても大丈夫ですか？おっちゃんのアナウンスがどうこうみたいな。別にいいよ。大丈夫ですか？全然問題ない。人気キャラになっちゃいますよ。はい、ちなみになんか お名前というかニックネームみたいなあります？おっちゃんやん。おっちゃんでいく。はい、おっちゃんで結構いい。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと真似うまかったですね。言ってない。真似うまほら。まあ現状21ちょい過ぎてるぐらい。21点なんぼみたいな感じで、まあボーダータが偉大なんでね、まあもうちょい欲しいところ、まあけども周りの状況はやっぱめちゃくちゃ強い、はい、これも対象やったんやみたいな感じの台も多いし、はい、まああとどう考えてもそれ空いとったやんなみたいな、一番ない選択やったかもしれん、小旋風。ああ、まあ、赤いわ、ほんで、だってめちゃくちゃええもん。そうっすね、うん、結構あのマーレ君チラ見しとんねんけど、はい、色のところで、はい、あのやっぱ数値がもうすごいな、すごいっすね、23、24みたいな、10日ですかね、ゴロゴロおるな、いやほんまな、10日やで、レベルがちゃうな、うん、まあ、前回があるから、うん、まあ、今回頑張りますみたいな、はい、多分感じやと思うねん、キング666、東海店さん、はい、もう俺多分今日稼働1位は思うけどな、愛知でこれ、はいはいはい、前回確か1位でしたもん、前回1位やったっぽいっすね、はい、それもお店の仕掛けとかそういうまあ工夫のおかげやけど、はい、まあそういうのに携われてるのはありがたいよね、はい、まあとりあえずまだ12時過ぎなんで頑張ります、はい、よいっいかんせんめっちゃ高い台ではないんで、まあ、持ち玉なくなったらやめよっかなぐらいで考えております。状況がいいだけにやっぱこっち行きたいなみたいな台はやっぱ開かないですね、はい、もう移動も困難なんで、まあ、そこまで粘って打ちたいみたいな台じゃないんで、玉なくなったら諦めます。わかります。だからもったいないですね、あの台は捨てるもったいなくないけど、いろんな話聞いて166万やったらもっといい台取れとったなって思ったら、はい、もったいないな。そうです。やらかした、もう自分が悪い、とりあえず行くわ、ここに頑張ってください。
みませんでした。前回の仕返ししに来たで。明日無理やったらもう今回やろな、マジで。失礼します。お茶に変えるって言うわ。いますね。帰ります。負けたっす。負けた。はい、出たやな。うまいこといかんですね、ほんまに。またいやいや、そんなことないですよ。ひらがなでプロです。また来月多分来ると思うんで。はい、その時またあの、声かけさせてもらいます。おっちゃん、はい。失礼します。すいませんでした。失礼します。そう、さっきからその謝ってるのは何なんですか。何に対して。わからん。さすがにわかるやろ。ここまで一緒にやってきてたらわかるやろ。店強かったのに、はい、ゴミくずみたいな台つかんで、ほんま申し訳ないなっていう。絶対調旋風はなし。あれ番号悪くて、はい、あれしか入ってないっていう状況やったら旋風はありやと思うね。はいはいはい。先に旋風取ったんはマジセンスなかったな、はい、なるほど。どう考えても地中海やったら、はい、地中海売ってる人に聞いたら 22.7、 はい。さらには超旋風よりボーダー低い、はい、どっちの方がいいか分かるやろ。そうですね。大事じゃないところっていうか、はい、こっちの付属品の部分がゴニョゴニョゴニョって見えてん、ゴニョゴニョゴニョみたいな。なるほどですね。これゴニョゴニョしすぎちゃうみたいな。ちょっと嫌な要素があったんすね。そうそう、ゴニョゴニョりすぎやろみたいな。はい。マジでイカついたよ。めちゃくちゃ多かったで。うん。なんやったら超旋風もあれ絶対対象なんやけど、はい、一番上の人で多分23か24あるね。はいはい。全然違うやん俺と。そうですね。多分あの中でこれ一番ダメなやつだったし、はい、オーミフォー SP は23、4ぐらいあって、まあ、延々がまあ俺入った時開いとってんけど、見た上でスルーしてた。はい。で23は新しいね。考えられへんですね。多分うまい、うん、そんな簡単に座らせんでみたいな。うん。でガロ極めつけが25やったらしいです。今日見てまあこんな感じやったかなって言えるものがあるとすれば、ガロも言うたら列が違うんよな。4台4台みたいな、こう分かれてて、はい、左右の列みたいな、はい、片列はいいけど片列はみたいな、はい、まあ、そんな感じのやつが多かったな。電王とかもやし、はい、まあ、オーミフォー SP とかもやし、なんか結構面白い仕掛け方やったんちゃうかなっていう思うのと、まあ、ちゃんと当たりはマジですごかった。しかも台数も多かったっすね。マジで結構番号悪くてもチャンスはあった気がする。今日俺1日結果こちら、21.6 やったっけな俺の挑戦風、はい、液体値8000ぐらいっすね。なったまあ全然普通の特技でも悪ないんやけどな、はい、ただ周りゴロゴロすごいやつおって、はい、それはしょぼいって感じるよな。前回と全然違います。確かにね。スロットのお店って言われてたんよ、まあ、もちろんスロットも強いとは思うけど、まあ、パチンコにもこっちから入れよっかみたいな、こうこの1ヶ月で一応地元の人にはこう感じさせるようにしてくれてたみたいなんで、それはほんまにありがたいなって思いますね。一旦ちょっと離れて、はい、落ち着いてちょっと撮ります。わかりました、はい、まあ、一日まとめると、まあ、非常に良かったです、まあ、ただやっぱその、まあ、僕が延々を見逃したように、
なんかちょっと難しい部分もあったんで、まあ、ポストねでも書かれてたんですけど、まあ、弱いやろみたいな、うん、っていう声もやっぱあるとは思うんですよ。まあ、そのパッと見ただけじゃね、ほんまに分からない部分もあるとは思うんですけど、だから上手すぎるのもこういう結果になってしまうっていうか、こういう声が上がってしまうっていうのもやっぱちょっとデメリットでもあるかなっていう、うん、メリットで言ったら、まあ上手い人でも見逃すやつに一般の人は座れるっていう、うん、番号を悪くてもチャンスが増えるというか、あとあの一つ言いたいのは10日なんで、皆さんが来られてる店舗は、うん、多分今日10日店でガロ25で回してる店舗は多分全国で1個だけです。キング666東海店さんですね。延々23、10日で回してる店舗も多分唯一全国1店舗やと思います、うん、おそらくですよ、分からんけど全国見てるわけじゃないんですけど、けどまあ今日非東海としても強いで、28玉でも全然強かったなって言えないようなんで、はい、今日弱いとは絶対言えんな。ちなみに俺の打った挑戦風 21.7、 全国多分1店舗やと思いますよ、うん、っていうぐらい東海ってやっぱ渋いんで、まあ、そこでも東海でも盛り上げてくれるキング666東海店さん、まあ、ほんまにありがたかったなと思います。え、俺うんこやと思ってる。こんなに寄ってきますね。ちょっと映しますね。 俺のことうんこやと思ってディディーン。俺をうんこ扱いすんなよ。うんこやけど今日の内容と大選びは、まあ、だからあの一応まあ来月やっぱ決まりましたんで、10月16日行かせてもらうことになりましたんで、はい、まあ、またぜひ一緒に盛り上げてくれるお客さん、打ち手の方、まあ、お店、まあまあ、ぜひねいい盛り上がる一日をまた作りましょうという感じで終わらせていただきます。はい、まあ、ほんまに今日一日トータルして申し訳ありませんでした。めちゃめちゃプラスやってんけどな、収支もマイナスやし、いいとこね。まあ、とりあえずこの服はダメ。確かにそうでしたね。この服はダメよ。あ、ちなみに来月10月16日、はい、半袖無理。いや、いけそうですよね。半袖できたら俺もこいつでリベンジするから、はい、もう勝つまで行く。いや、もう着ていきましょう、ガッツに。現状こいつ欠損額17万ぐらいかな。こいつのな、呪いの装備みたいなと。あの、冬になりましたら、ね、これあの抽選で1名様にプレゼントしますんで、僕の呪いの T。 でも何かしらが溜まっとう可能性があるから、ね、そうや、吐き出す時はでかい可能性もあるんで、ジャックポット的な、はい、確かに、はい、でしょ。あー、怖い怖い怖い。喜んでる、はい、喜んでる、うんこばいも喜んでるわ。うんこばい、あのキャリーオーバーしてるんでね、はい、ダブル T シャツ。そうですね、帰りましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイ。